平成23年5月10日火曜日午前、国会で第5回となる経済情勢に関する検討会合に出席し、政策推進のための全体指針の骨子案について話し合われました。午後には総理大臣官邸に戻り、第4回となる東日本大震災復興構想会議が開催され、伊尾木部議長を代表とする委員らが福島県、宮城県、岩手県を現地視察した報告などが行われた後、復興構想7原則を決定しました。夕方には東日本大震災からの早期復旧に向けた平成23年度補正予算が成立したこと、翌日で震災発生から2ヶ月になることなどを受けて記者会見を行いました。これまでの原子力については安全性を、そして化石燃料については CO2 の削減をしっかり進めていくと同時に、自然エネルギーと省エネというものをもう2つの柱として、そこにこれまで以上に大きな力を注いでいくべきだと、このような考え方でエネルギー政策全体の見直しの議論を進めてまいりたい。11日水曜日午前、総理大臣官邸で福島県双葉郡双葉町の清川町議会議長、佐々木町議会副議長らから東日本大震災に関する要望を受けました。続いて福島県双葉郡楢葉町の松本町議会議長、山内町議会副議長らから東日本大震災に関する要望を受けました。12日木曜日夕方、総理大臣官邸で原子力発電所事故経済被害対応チーム関係閣僚会合に出席しました。続いて第6回となる社会保障改革に関する集中検討会議を開催し、厚生労働省から提示された社会保障制度改革の方向性と具体策等について議論しました。いよいよこれから議論を集約していく段階に入ります。本日は厚生労働大臣細川大臣の方から社会保障改革の構成書案を提示いただきまして、これをたたき台として、議論していただき、そして、今後5月末までに社会保障改革試案を提示して、そして6月末までに社会保障税一体改革の試案を取りまとめると、こういうスケジュールでさらにご努力をお願いいたしたいと思います。13日金曜日午前、国会で第17回となる犯罪対策閣僚会議を開催し、4月6日に決定された被災地等における安心安全の確保対策の進捗状況等について話し合われました。原発周辺では、3月の12日から津波浮きのままで、避難されている原子力圏内、4月22日には改めて警戒する区域になっておりますけれども、多くの皆さんが自宅が当面等に合わないのではないかと心配をされております。治安の維持ということがやはりこの復興の上での基本となりますので、そうした立場からよりしっかりとした対応をお願いをいたしておきたいと思います。午後には参議院予算委員会に出席、東日本大震災原発事故について集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。14日土曜日午前、総理大臣官邸で福島県の佐藤知事らから東京電力福島第一原子力発電所における原子力災害に関する要望を受けました。